こう、どん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 行って、最終的には、サテンストリアドどっちにしようね。まあ、僕、一言だけ、僕から言えるのは、うん、あの体つき見たらもうゴリ、絶対俺ゴリラが出てくると思ってたから。なお脱げないな。はい、ビッグママドラマーのリスナーです。今日の動画は、前回の動画の後編と、なります、はい、前編というか一本のつもりだったんですが、うん、ちょっとまだまだ聞き足りないことが多いので、まだまだ今後もね、いろんなバンドマンとさ、対談、ドラマーに限らずだよね、3万5000人を狙ってるバンドマン多分いっぱいいるから本当ですかね。いや、むしろそれでだから僕返せるんだったらめっちゃ嬉しくて、その一発目ね、ちょうどいいのか悪いのか、なんでそんなに謙虚なんですか。すごいお方じゃないですか。いやいやいや、YouTuber に関してはもう僕のお友達というか僕の分身のね、コラボしてもらおうと思ってる、はい、山賊先生っていう VTuber がいるんですけど、はい、まあそれなんかまだまだこれからの子なんで、それをコラボしてほしくて僕はここにいるわけですよ、はい、喜んで今後だから、まあもちろんコラボもしてもらいたいんだけど、末永くそうなんです、絡みというか遊んでいかないみたいな。だってミスタンゲームチャンネルもあるじゃん。そうなんですよ、うん、なかなかバンドマンで自分のチャンネル持ってっていう人ってまだ少ないじゃん。やっぱまだまだ10万人は、うん、あの銀の盾をもらうってところはこのメインチャンネルでもちろんやりたいし、うん、ね、やっぱドラムに限らず表現するっていうこと自体が僕大好きなんで、この目標は達成したいし、そんでも同じタワマン住みましょうもん。同じタワマンスも。僕この回で、シンプテさんあの回でいいんだよな。そう。ピンポン。ピンポン。撮影しましょう。あー、いいね。この企画が、まあ第一弾。光栄なことに第一弾。いや、そうなんですよ。で、続いていったらさ、こう、どん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 行って、最終的には、だからどうしようね。サテンストリアドどっちにしようね。どっちから行こうか。そうっすね。どっちと言われてもね。でもね、はい、そう、さっきのほら、ビスタンの過去語りもしてなければ。いや、そうなんですよ。一応気にはなってる。まあ、かき混ぜんなって言う人もいるだろうけど、はい、ね、気にはなってるところで、そこでさ、はい、ね、はい、イヤードっていうさ、あの、ビスタンがさ、はい、こうなんか喋ってたらさ、はい、嬉しいじゃん。っていう方も多いですよね。嬉しい。まあ、僕一言だけ僕から言えるのは、すごく尊敬する、うん。めちゃくちゃ尊敬する。これ視聴者さんから怒られなくても、僕、王子から怒られるかもしれないからね。前まで手料理をごちそうになってくれる。あ、そうなんですね。そう、王子の手料理。王子の手料理。金平さんもなんかその辺で、ちょっとこれ食べててくださいって言って、なんかホタテの、なんかいい感じに焼いたやつみたいな。いい、台所で金井王子。カナインチで料理してるところで俺も怖いながら、マジっすか、王子手料理振る舞うなんてあるんだっていう日を過ごして、マジっすか、うん、そこ覗きたいわ。近いんだけどこの YouTube をさ見られた後はさ、はい、てねえって LINE 来るかもしれないよね。まあ実はバカって開けたらリアドなんだけどね。あれ、俺、これあとね、もうこれみんな超気になってるのがさ、はい、真央ちゃんから、はい、いや、ビスタン、めっちゃいい男だよって聞いてたの。まあ、それ俺は話半分だったから。なるほど。それはメンバーだから言うわよ。はいはいはい。あの、体つき見たらもうゴリ、絶対俺ゴリラが出てくると思ってたから。あ、どうも、ビスタンです。よろしくね、中山くんって。なんで上からなんですか。すごい役力でグってやられると思ってたから。と思って、はい、ラッシュボールで、そうですよね。そう、宿主の状態で挨拶、ご挨拶させてもらってきたら、みんなマジこうライブでいつかバケツがバーンって外れる時を期待しててくれっていう、もうハードルを上げるだけ上げても、このハードルはね、ビスタンはね飛ぶ、上げてもっていうぐらいだっていうことだけはね、俺言っとこうかなって。これだからあんまりさ、身内以外で言ってないでしょ。いや、めちゃくちゃ嬉しいし、でも、うん、まあでも見えないことのハードルって凄まじいじゃないですか。だってもう皆さんの、うん、そう想像力によるイケメンを思い描くんだから。ね、あの、なお脱げないな。僕がじゃあ、ね、イケメンだったとして、世にいうところでイケメンだったとして、うん、まあ、イケメンは世にね、うん、それなりにいますけれども、うん、
バケツ頭は多分僕しかいないんで、私この姿でもうたくさんの方に愛していただいてるんで、うん、それが全てです。俺もこれだけはねちょっとね言っときたかったんだよね。めちゃくちゃ嬉しい。言っときたかった。もういつかいつか本当に確かに一番なんか熱を込めて伝えてくださっててめちゃくちゃ嬉しい。ミスターマンに向けてね損はさせない。まあ今回はね、僕のチャンネルの方で、うん、このメインチャンネルで対談形式の動画で、うんうん、新平さんご自身とコラボさせていただいておりますが、はい、その新平さんのお友達のお友達山賊先生のチャンネルがあるんですよね。そっち側でもミスタンとちょっとコラボ動画撮れたらいいなと、はい、そうですね。同じ日に上がってるってことだよね。そうですね、うん、上がってます。山賊先生 FPS というね、うん、チャンネルで、ミスタンとのコラボ動画が上がっておりますので、詳しくは概要欄からチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。以後お見知りおきを。こちらこそ、ドラムの話は絶対にしませんとりあえず僕はApexを練習しまくります。わあ、いいね。っていうことでも絡んでいて、絡んでもうなんか面白いゲーム見つけたら、そう言いたい。なんかわけわからんクソゲーとかも、わけわからんクソゲーとかボラゲーとかね、ぜひ行ってほしいね。はい、皆さんにも楽しみにしていただきたい、はい、だってもうほぼ毎日やるってことでしょ、いろんなことをする。やらんとあかんすね。やらんとやっぱ10万人にはね。いや、そう、10万人ももちろん通過点です。10万人いったらもっと上いけるんじゃないかの意味での10万人ってことなんで、そうだ、ね、はい、もちろん今はね3万5000人でまだまだなんすけどいやいや、もうやるぞ。お願いします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 。というわけで、はい、はい、今回はストライテナーからドラマー中山新平さんにお越しいただき、はい、対談動画をお届けしました。お邪魔しました。はい、ということでコラボもね、今後も絡んでくださるということで、詳しくは概要欄ご覧ください。お願いします。お願いします。というわけで、面白いと思っていただけた方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。